小虫の構造、光ぼやかは、赤作動物に含まれる動物の一群。中空円筒の構造に多数の小虫を含む軍隊を形成する。多数の小さな個体が集まった軍隊を形成する動物。軍隊は中空円筒の外皮に埋まる。外皮の中の空洞は片側で外に開き、こちらが進行方向の反対側となる。 小虫は水を吸い込む受水口と吐き出す出水口を持ち、受水口は外皮の外側に、泉口は内側の共同排出空に開く。軍隊の大きさは多くのものでは長さ数センチメートル程度であるが、長光棒やパイロストレマスピナッサムは20メートルを超える。プランクトンであり、海中を漂って暮らす。その際、軍隊の外に面した受水口から吸い込んだ水を、 内側の共同排出空に出し、これが、後端の開口部から排出することで、軍隊はゆっくりと移動する。極地以外のすべての海洋の海洋域に分布し、海洋表層から1000メートル以上まで知られる。光母やパイラスマティランティコムでは、昼夜で数百メートルもの垂直移動をすることが知られている。軍隊は、排発生から生じた壺状乱性コムシから、 メセイコムシを生じることで成長し、その後に有性生殖が行われる。死有動態で卵はユラン管の出口で受精、右かいエラ空に入って発生を進める。それによって形成された無性個体が光母や赤のものでは4個の有性個体を分節的に生じることにより、テトラ水道陽性となる。この陽性は休憩で、 内部にはその4個の湖虫と対価した無コム虫が残り、一旦には共同排出空が開く。最初の有性コム虫は生殖腺を持ってはいるがこれは発達せず、その体の五腹部の目径から後方へ、分節的に新たなム虫を形成し、それらが有性生殖を行う。なお、最初の無性個体から形成される有性コム虫の数は、 長光ぼや赤では30から80に達する。接触はエラ脳を粘液のシートで打ち張りし、これを使って露化接触を行う。名前の通り発酵することが知られるが、これは強制細菌によるものとされる。このトガみで光ぼやメパイラスマティダを構成する。さらにこれはタリアコウに含まれ、その中で硬いアコウパイラスマタを立て、 この目のみを含んでそれ以外のものすべてと分ける。世界に三族八種が知られ、それを鬼赤に分ける。光ぼや赤は、軍隊の共同排出空に角膜があり、長光ぼや赤ではそれを書く。以下、記載は、主として、千原、村の P1351 以下、主として、千原、村の P1351 から1352、岡田ほか、 1> p 1 3 2志村編長 P607 以下、主として、千原村の P1351。ありがとうございます。